群馬国際アカデミーは、群馬県大田市に位置する私立の小中高一貫校。英語イマージョン。国際バガロレアディプロマプログラム認定校。国語を除くほとんどの教科教育を英語で行う、英語イマージョン教育を最大の特徴とする。また小中高の12年一貫教育を実施している。1クラスの定員は30名で、担任はバイインガルの日本人教師と、 英語ネイティブの外国人教師の複数性。同校は、インターナショナルスクールではなく、教育基本法第1条に基づく学校である。設置者は、学校法人大田国際学園。ソフトハード両面で同校のモデルになっているのは、日本で最初に、英語イマージョン教育を取り入れた、加藤学園、暁州初等学校及びその系列校である、暁州中学校。 高等学校である。大田市が申請し構造改革特区第1号に認定された大田市外国語教育特区構想に基づき設立された学校で2005年4月に大田市西本町に初等部が開校した。開校から3年間は初等部1年生と4年生が募集され、4年目からは初等部1年生のみ募集されている。決意の状況によっては、 編入や転入が実施される。2011年4月、群馬松令福祉短期大学跡地の大田市内池島町に高等部が開校し、それに伴い中等部が同社に移転した。2014年3月に同校発の卒業式が行われ、2005年に初等部4年生として入学した1期生を輩出した。2017年3月に、 初等部1年生として入学指導校で12年間、学んだ生え抜きの1期生が卒業した。保護者と同居し、おおむね1時間で通学可能な地域が、大田駅及び大田バスターミナルから、スクールバスが運行されている。交渉、編集大田市を際立たせた群馬県の形を羽ばたく、人に見立てたデザインとなっている。同志在住のグラフィックデザイナー長島さなが、作成した。 公募により選定。効果、編集同行効果は GK スクールソングであり、同行の音楽教諭トットロワリーが作詞作曲した。制服、編集初等部、編集夏服は男女共に上着が白のポロシャツ、下は男子がベージュ系の半ズボン、女子が同色のスカート。冬服は男女もに上着が白地に青とグレーのチェックシャツに、 白のベスト、紺のブレザーで、下は男子がベージュ系のズボン、女子は同色のスカート。中高等部、編集夏服は男女とも上が白系の半袖シャツ、下は男子が紺系の長ズボン、女子がベージュ系チェック柄のスカート。冬服は男女とも上着がシャツにベージュのブレザーにネクタイで、下は男子が紺系のスラックスに女子は ベージュ系チェック柄のスカート。なお、中等部と高等部では、ネクタイの柄が異なり、高等部の女子は、ネクタイの代わりに、リボンも選択できる。設置者である、学校法人大田国際学園の理事長は次の通りである。初等部、編集中等部、編集高等部、編集クラブ、編集生徒会、編集中高等部の生徒会は、グカスチュカウンシルである。 運動部、編集文化部、編集年表、編集、ありがとうございます。